クラスターが発生した浜松市の認知症高齢者施設で従業員がマスクを外して介護する時があったことが市の調査で分かりました。浜松市では同じ企業が運営する2つの高齢者施設で同じ時期にクラスターが発生しました。市の聞き取り調査によりますと、認知症の高齢者施設グレイス有田までは世話をする際、従業員の顔が見えないと利用者が不安がる場合があったり、入浴の介助の際、従業員が息苦しくなりマスクを外さざるを得ない状況があったりしたということです。浜松市では災害時などに派遣される医療チーム DMAT の指導などを踏まえながら対策の徹底を検討するとしています。